はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒缶はファミリータイ。前回ね、ちょっと妹の技が増えましたって感じだけど、もう少し強化していきたいなというところもあって、忍者ラホイ16回目やっていこうかと思います。で、リセット。ということで、どっから行けばいいんだろうな。そう、前回さの続きからなので、当たり前なんだけど、つづらの里のやつをいろいろ手に入れたら、この酒缶の村のここになんか2個ぐらい術っていうか、なんかあった気がするんだよな。なかったっけ。普通里にしかないけども、ここになんかあった気がするんだよ。あれ、誰向けだったんだろう。なんかこの辺とかになかった、なんか怪しいものがあったよ。これ誰向けだったんだろう。あ、ここはもう手に入れたのか。あ、そっかそっか、勘違いなんかここにあったなと思ったけど、あ、そっか、これじゃないのか。じゃ、ここは関係ないよな。いや、あの忍者がいたなと思ったんだけど、あれ、いつ手に入れた、あれあれ覚えてないな。まあいいや、じゃあ次か。次ってことは、よかったよかった。もうこれでここら辺に来ることももうなくなる。現地の、あ、こっちだ、ここだ。ここにまた2個あるんだよ。やっとこう、なんか爪できたって感じね。あ、ここか。なるほど。ここの2つあるやつ。これもやろう。前回うまくいったし、うまくいったのかな。よくよく考えるとあれはうまくいってたかちょっと微妙なんだけど。やっぱ茜殿だね。よーし。元気ってことは、これなんだ、回復系か。回復系だとするとちょっとやばいんだよな、あんまり攻撃力がないから。まあ連打しないこうか。19でしょ今。29、41、47、あ、3017ぐらいになってたね今27 35 48 58 61か、61か今。69 77 90、今60まで回復しちゃったから。60、お、100いったね。よし、勝った。元気、これ回復系だね。これ重要だな。30回復してたもんね。よし、これは後々いっぱい使おうこれはどんどん使おう。よし、これはその前にこっちに来て、ここで何が得られるか。操り、これ怪しいんだよな。まあいいや、ちょっととりあえずハイパー守り使って、まあ多分すぐ切れてんだろうけど、関係なくガンガン。8、え、操られてる。これきついな。操られてるってきつらいな。いや、操られてるの意味がわかんない。これどうなんだ、操られてるって。操りって回避できんのかね、操りって回避できんのかわかんねえ。回避できないだろ、操りって普通に考えたら。
相手の術が使えなくするとかいうのあったっけな。これ回避方法ないんじゃないの。だから回復をしてやられないようにしながら攻撃を詰めていくしかないよね。なんかそんな感じがする。効果が切れたタイミングでバカバカやっつけて、で相手が多分回復はしないと思うん で多分それだけなんじゃないかな。やべ、回復にしてよかった。そんな気がする。結構来るな。もう何どのぐらいダメージ与えたか覚えてないけど、あ、回復にした方が良かったかな。まあいいや。まだか。ちょっと回復でもこれも後でいっぱい使ってどんどんパワーアップしていこう。まだまだですか。まだですか。まだですか。向こう回復してないよね。結構体力は多いのかな。あれちょっと待って、回復、ちょっと待って、今回復した。ちょっと、まだやばい、これちょっと操られすぎだよ。ちょっと危ね。まだですか。よし、勝った。よし、これで追いついたかな、全部。よし。なるほど。操り結構厳しいな。よし。違う、間違えた。術、いやー、これ一気に進んだよ、マジで。ここまでも追いついたもん。あとはここの装備をがっつり手に入れて釣りに行ける。よし。あれ、ここにもなんかあったよね。これなかったっけ。技分け、これ誰。これやっぱ茜だよね。あれ、茜、これなんだ。これ何の技だ、よくわかんねえ。ハイパー守り、ダメだ、こいつまだダメだ。こいつダメすぎる。すげえ食らう。ダメだ。こいつ強え。ちょっと待って。強さ。1、2、3、4、5、6、7枠。一番下の枠がよくわかんないんだな、扱いがな。これも上のあそこの3番目の枠だよな。っていう感じで、あれなんかあったな。なんだっけ。ちょっと待って、もう一個あったはず。ちょっと待って。どこだ。ここだ。なんかあったんだよ。十字架がどうのとか言われたところがずいぶん前にあったんだよ。だいぶ前に。後で行かなきゃと思って忘れてたところが一箇所。違ったかな。なんか
忍者ラホイを買えなかったからどうのこうのっていうよくわかんない天狗がいたんだよ、この近くに。上の方だと思う。違ったかな。もうここ邪魔だからもうさっさとやっつけようぜ。結構体力あんだあいつ。え、この状態ですぐ倒せないって、そんな邪魔だよ。もうもういいよもうとりあえず使うよ。あ、さあ、全体魔法なんだ、元気って。なるほどね。一応差別化はしてるんだ。いや、こんなのもう早く、もう早く次他に行きたいんだけど、そうじゃないんだよ。よしよし、この上の方に確かね、違ったかな。いや、もう邪魔だよ、早く。間違えた、茜は違うのにすればよかった。あ、いや、まあ、はいはいはい、あれ上の方だと思うんだよな。この右側の方に何かあった気がするんだよ。これわしはとても偉い水遁天狗じゃ、わしの術を習い、はい、だがわしは今不人気なのじゃ、不機嫌なのじゃ。このわしを笑わせることができたら術を授けてやるぞ。しかし今のお前、10時間ぐらいしたらって言われたやん。え、まだダメなのこれ。10時間、え、どうすればいいんだこれ。10時間ぐらいってまだ10時間経ってないのかな。マジか、ここそんな、え、10時間経ってないのか。もう10時間ぐらい経ってると思ったんだけど、ゲーム内時間だからね。僕がこう、1日1時間でやってるその時間とは全く関係ない軸だからね、これ。10時間か。前回どのタイミングで来てんだろう。じゃあ8回目とか9回目とかなのかな。まあいいや、ちょっとまた20時間ぐらいになったら、てかもうそんぐらいにクリアしててほしいんだけど。クリアしてあってほしいんだけど、まあいいや。10時間っていうのは僕の中で最初の考えでは、単純にゲームやって10時間のタイマーに引っかかったらの意味合いだと思ったんだけど、違うんだよな。ウルトラ分身まだ使ってなんか次があるかどうか確認したい。元気。これ全部とりあえずまずはハイパーにすると、あとまず14000のハヤテの刀を早く手に入れて、あったハヤテが誰向けの刀なのかを知りたい。よし、いろいろ出てきますね。
ここはもうガンガン術使っていくか。どうせもう次あたりでこう宿へ行かないと茜の技がもうほとんどないからね。ここはガンガン使っていこう。なんかあるか使えそうない。足りない。はい、あー、いけた。レベル28になってほしいな。お、茜がレベルアップしたか。よしよし。いや、回復しちゃうのそこで。回復してもちょっとちょっとやっぱ宿行きたいわ。どうせ宿を1しか使わねえからな。はあ、いずれにしてもちょっと早手の刀、この10倍の金が必要です。あ、ちょっと待って。そうだ、思い出した。今更思い出した。そう、あれ、ちょっと待って、あれ、ここって売り場所ないんだっけ。忍びってこれ売れるんだっけ。あ、売り場ないんだよな。そうだよ、だから忘れてた。飛び切りで、どこだ、これここだよ。これここだよ。違う、ここじゃないんだよ。ここじゃなくて、間違えた。あれ、元気の里だったっけ。あの、武器を売りたいんだよ今。売れるかな。そう、これ。鉄の鉢がね、はい。風雲の刀、よし。で、嵐の刀。お、これで結構金が貯まりました。はい。っていうだけの話。まあいいや、これはアイテムは他はいいや、持ってて。よし、これでだいぶ目標が金半分ぐらいで済むぞ。飛び切り。よし、これでちょっとまた金稼ごう。これだと5000ぐらい稼げばいいことになるかな。はい、5000稼ぎましょう。結構地味なんだよね。まず元気をこうハイパー元気にしないと。
ちょっと操りも使ってみるか。操りが使えるようになるとだいぶ有利になれそうな気がするんだよね。操りいいね。あれ先制攻撃やられてんじゃん。うわ、いや54、ちょっと待て、参ったな、参ったね。やられるっていう選択肢が、選択肢って言わねえかやられるっていう結果が出てくるか。ちょっとこれ多分地蔵のとこに行けば治るんじゃないかな。ちょっと待って、これバトルになるか。一回逃げてみようか。意外と追ってくるな。いや今一瞬、あ、間違えた、一瞬術を使おうかな、迷ったんだけど意外と追ってくるな。意外とダメージ食らうな。まだ来るか。お前だけは許さんお前だけは許さん。よし、というわけで、はい、これ多分地蔵に来ればいいんだよね。今までなかったパターンだからさ。金かかんのかな。あ、なるほど、再戦が必要なんだ。なるほどね。なるべく殺されないようにしないとダメだな。うん、じゃあ一回矢勢行くか。なるほど、酒缶は何回か死んでんだけど実は金半分だけど、やっぱり仲間が死んだ時はちょっと優しいね。そういう意味ではやっぱ難易度、難易度じゃねえ、レベルが違いすぎるんだよな。ここで戦うにはちょっと厳しいのかもね。ちょっと左に行くだけでやばいのかもね。まあ最短手でやっつけてないからだろって言われると多分そうなんだけど、こういうのやってるからだと思うんだけど、うん、今で多分ほとんど半分、ん、もう少しか、370だか80だかに対して今320ぐらい金をもらったから、まあまあそんぐらいで取り戻せるから、まあまあまだ気分的には楽だ。30は怖いね、今の30は。こういう時にちゃんと回復を使うのが一番いいよね。
な。あ、今金結構入ったな。あと4000いかないぐらいで大丈夫だ。よしよしよし、頑張ろう。あ、でも8金、あ、でもそっか、8金の時にはまた刀売ってるから、その分金は入ってるか。おい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 、間違えた、間違えて攻撃にしちゃったよ。そろそろ元気をパワーアップしないとな。よし、効果ないか。よし、あやった。操るっていうのはそいつを使えるってことなのか。そういうこと？へー、コマンドがこっちに制御されるんだ、制御できるようになるんだ。すげえな、結構複雑なことやってんだね。感心しちゃったよ普通に。操り効かないな、なかなか。今金どんぐらい？ 11,500 か。あと2,500ぐらい。2,500 ということはあと10体ぐらいかな。まあ敵によるんだけど、10体も倒せば、あ、10回ぐらい戦闘やればどうにか戦
かアスナロ全然使ってないな。アスナロって何？あ、攻撃力アップか。あ、これか。これか。これ必要だわ。これないと戦えないわ。今のあの町にいる忍者には勝てねえや。これ、これちょっと鍛えよう、ちゃんと。結構辛いな、この数辛いな。身動き取れないやつがいるし、勘弁してよ。これどうすりゃいいんだ。目覚ましでいけるか。これか。よしよし、これでちょっと楽だな。なんとなくこれ使えばここが治るって、今まで治らなかったものが治るようになったね。3人パーティーになって、こう、術をいっぱい身につけたことで。うん。あれ？元気でいいか。結構厳しいな。先手取られると厳しいな、やっぱこのゲーム。あと1500、1600ぐらいか。え、こいつここにも出るの？へえ。へえ。あ、間違えた。でもなんか早く倒したい気持ちが。よし。あいつ出てくんだ、こんなとこに。知らんかった。初めてじゃない？この3回4回ここでずっとうろうろしてるけど、あいつ初めて出たよね多分。これ術使いまくろう。これもうないんだっけ？もう無理か。しょうがない。
あ、金がまだ全然足りない。足りないんで、ちょっと一回宿や。これ分身、相手が分身してそれをこっちが操りかけるとかってできんのかな複雑だけど。あ、そっか、操ってる時は自分の攻撃ができないのか。術って何かある？あれ、術って術あるのかな。え、術選べたけど、え、よくわかんない。あ、術ってそういうことか。もういいや、もう複雑なのいいよ。もうアスナロと元気をどうにか強化したい。あと1万 あと1000、あと1000。元気とアスナロをどのタイミングでどう回復していくか、回復じゃねえや、強化していくかだよな。どっちも早くハイパーになってほしいんだけどな。よし、まだあと5000、500ぐらいあるかな。とりあえず350ぐらいか。あと1回か2回の戦闘だね。ちょっとこいつ強いの弱いの。あ、弱いわ。でも多分金は入るのかな。え、でも釣りで倒すだろう、さすがに。
あれ思ったより金入んなかったあいつあんまり入らないんだこれで多分、こいつ全然金入んないからダメだ。こいつ絶対金入んないよ。数がちょっとだけ上がるか、心の数がちょっとだけ上がるぞ。ちょっと待って、これってどういう扱いだ。心の数29748 28、断然少ない。お前に使わせないとどうするって感じだな。はい、おお、レベル上がった。そんな感じかい。あ、結構いいね。でも金が欲しいんだって、今。今金が欲しいんだって。の刀を変える。けどその前に強さ。108、119、119、62、98、139。問題ここで買う。このハヤテの刀ってのは誰向けなのって話。ハヤテの刀を道具使う。酒缶がつけれた。109に上がった。ああ、ハヤテの刀は、そっか、やっぱ、いや、アカネかと思ったんだけど違うんだね。ちょっと一応使うだけ使わせてみようよ。ハヤテの刀使う。やっぱ装備できないのか。残念。ハヤテの刀使う酒か。で、これで強さ見ると、109になったと。で、ハヤテ使ったんで、あとは、風の鉢金を2人に買ってやることぐらいかな。
ということで、術を、使って、どこだっけ？元気の里だっけ？元気の里に行って、そっか、茜の強化できなかったなぁ。茜に装備できたらいいなと思ったけど、ネーミング的にまあないかって感じかな。小枯らしの刀、よし。これで間違えた。これでまた1個変えるじゃん。どうにか。これで風の鉢金をとりあえず1個買うか。104が108になったのか。ということで、あとはあれか、あと4200稼いで、あ、じゃあそんなにいらないか。まあいいや、1800か、1800ぐらい稼いで、もう一個風の鉢金を買って犬につける。おお、ハイパー元気になった。よし、ハイパー元気になった。レベル28に上げたいんだけど、上がんないのかな。分身だけ動けるというね、面白い状態になってるね。まだだよな。よし、あと
あと800、900ぐらいか。800ちょいか。801とかだったな。うん、この辺かな。レベルが上がんなくなったね。てかさっきのあれか、巻物かなんかを酒缶に使えばレベルアップしたかもしれないけど、まあいいや。とりあえずハイパー、全部ハイパーにしたい感じなんですけど。よし。おお、4つ上がったね、やっぱり。うん、これでもう装備的にはもうほぼ完璧、完璧です。ちょっと待って、あとはここで術を1個もらえれば、茜がもらえればもうここには用がない。あ、タンクがあるか。まあ、とりあえず、ここで一回。よし。おお。おお。あれ？
違う違う違う勘違い。宿泊まって一回やってチャレンジしてみようか。ここでいや次回でいいかなんかめんどくさくなってきた。もう少しレベル上がってほしい。酒缶がレベル1上がってほしい。あ、こっち行ってみよう。レベル、あ、違う、ハイパーになってほしいな。お、レベル上がった。これ酒缶かな茜かな、どっちだ。あ、よし、いい、いいね、上がったねこれいいな。ちょっとこれは上がったからちょっともういいや今日今日もうあとはあの茜でちょっとチャレンジしようよ。じゃその前に間違えた。これで十分かな。どうだろうな。強いな。まだ強いな。強えな。強えな。いや、強えな。ダメだこりゃ。全然勝てねえ。勝てないね、全然。でも敵の、あ、参ったな。これ全然ダメだ。くわ。つらいな。戻っちゃったよダメだダメだダメだ、これダメだ。全然太刀打ちできねえわ。お、連続攻撃。いや、連続攻撃してもダメなんだよ。か
相手の体力次第なんだよな。結構一回外してくれ、一回外してくれ頼む。あ、やられたダメだダメだ。いけんのかな。もう一回だけやってみよう。ちょっと待って、これはやるとしたら本当は守るを対応しなきゃいけなかったのかな。ハイパー守り行くじゃん。でもこれ28食らうんだよな。 28?25 結局食らってんだよ。28とか25って何ほら23、戻っちゃった。ダメだ。どっちだ、守りか攻めか。どっちもダメだろう。どっちにしろまず回復だろうこれ。術で守りを、あ、もうないのか。あ、ダメだ、負けたそういうことか。あ、そうか、ここだとあれか、技元に戻らないのか。ダメでした。宿屋行って今日は終わり。はい、いやー、ここどうやったら突破するかだな。装備はもうほとんど終わってるから、全部完璧になったから、ここの茜の技をどうやって手に入れるかだな問題は。いやー、でももう次ぐらいから旅立てるね。よし、てか旅立ちながらここに戻ってこよう。わけで、まあ、装備は全体的に整ったんで、術をどうするか考えながら次の展開にやっとストーリーが進められそうです。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよとか、こういう理由でこのゲームプレイした方がいいよというアイデアがありましたら、ぜひコメントください。あと動画の拡散、 SNS での動画の拡散よろしくお願いします。以上、酒缶でした。